岩国工業加納選手の試合を6ピストで行います。埼玉栄伊藤選手、岩国工業加納選手は6ピストに入ってください。男子38番の試合、岡山大文字増田選手、鳥取高校小西選手の試合を7ピストで行います。岡山大文字増田選手、鳥取高校小西選手は7ピストに入っていますが、続いて39番の試合、駒裕樹選手、札幌高専田中選手は3ピストで試合を行います。では植木選手、札幌高専田中選手は3ピストに入ってください。三浦選手は予備ピストに入ってください。
田商業津田浜選手の試合をオピストで行います。今日の田中選手、秋田商業津田浜選手はオピストに入ってください。Thank you.